皆さんこんにちは、セイラです。去年の12月に発表された植物で作られた繊維についてニュースを覚えていますか？東京大学の准教授らと東和合成 R&D 総合センターの人たちとの共同研究グループが発表したもので、セルロースナノファイバーという新素材についての内容でした。今回は植物由来の新素材、セルロースナノファイバーについてお話ししていこうと思います。ぜひ楽しんでいてください。植物由来の新素材、セルロースナノファイバー。セルロースナノファイバー、それは原料に木材から取れる木材繊維を使用し、ナノレベルにまで微細化することに成功したセルロースファイバーなのです。紙の原料であり、製紙技術によって作られた木材繊維をナノオーダーにまで細かくするのは技術的にも難しく、セルロースナノファイバーは世界最先端となるバイオマス素材なのです。一番の特徴は軽量さ。そして弾性率はアラミド繊維と同レベルです。アラミド繊維というのは高強度な繊維として有名な素材なんですよ。さらに温度変化によって起きてしまう伸縮はガラスと同じように良好です。あと酸素などのガスバリア性がとても高いこともセルロースナノファイバーの優秀な点の一つですね。特徴がたくさんあるということは利用できる幅が広がるということです。それでは一体どんな製品に使われているのか、それについてはもう少し後にお話ししますね。ここではまずセルロースナノファイバーが製造される過程についてお話しします。原料に20メートルの樹木を使用したとします。それを伐採し1000分の1まで細かくします。それが木材チップです。こういった木材チップはホームセンターで見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。その木材チップをさらに1000分の1にします。これがパルプ化です。木材チップから木材繊維を取り出します。木材繊維、パルプは1本あたりの幅がなんと20マイクロメートル。その表面は無数のナノファイバーが束になって構成されているのです。20マイクロメートルしかないような木材繊維をさらに1000分の1ナノ化します。そうして生まれたのがセルロースナノファイバーです。セルロースナノファイバーのすごい点。先ほど軽くセルロースナノファイバーの特徴をお話ししましたが、改めてセルロースナノファイバーのすごいところを特徴と交えてご紹介しますね。セルロースナノファイバーを材料力学的な観点で見ると、やはり最大の特徴は軽さです。鋼鉄と比べるとセルロースナノファイバーは5分の1ほどの重さしかないのに、その強度はなんと5倍以上もあるんですよ。鋼鉄より強度が強いとなると加工しにくいのではないかと思うかもしれませんが、セルロースナノファイバーはしなやかさも兼ね備えているため、硬さが商品を製造する際のデメリットになりにくいのです。では軽いと何がいいのか。簡単です。既存のプラスチック材と配合させるだけで今までの製品を軽くすることができるのです。その結果、小資源化、二酸化炭素排出量の削減などにも貢献できます。他にも特徴として熱への強さがあります。旋熱膨張率という温度が上がることによって、その物体の体積や長さが膨張してしまう割合を温度あたりによって表した指標があるのですが、その旋熱膨張率がガラスの50分の1程度で、これは石英ガラスと同じレベルの低さなのです。目に見えて実感できる特徴もあります。セルロースナノファイバーはなんと透明化ができるんです。なぜ樹木からできた素材が透明化できるのか。それはセルロースナノファイバーが構造上サイズがナノメートルしかないことが理由です。私たちが見ている赤や青や緑などの可視光は、その波長が400ナノメートルから800ナノメートル程度です。それに対しセルロースナノファイバーの繊維1本あたりの径は4ナノメートルから20ナノメートルしかないのです。それほどまでに細かい繊維のため、可視光の波長はセルロースナノファイバーで散乱することなく透過してしまうのです。そのためセルロースナノファイバーは透明なまま存在できるということになります。実は少しの量でもいいのであれば、こういった優秀な特徴を持つ素材を他にも作ることはできます。それではセルロースナノファイバーは他の素材と何が違うのか。それは原料が地球上に大量にあるということです。地球上に存在している植物の多くには原料にセルロースが含まれています。もちろん樹木はその容積が大きいので原料として注目を集めていますが、それ以外にも茎や皮といった部分にも樹木と同じクオリティのセルロースがあるのです。セルロースが植物の構造において根幹にあるものだということは分かっていただけましたでしょうか。それではこれからそんなセルロースナノファイバーが一体どんな製品に使われる予定なのかご紹介していきます。車に応用される。軽量で高強度なプラスチックとして期待されているセルロースナノファイバーは車のボディの材料として使われる可能性があります。皆さんは炭素繊維強化プラスチックというものをご存知ですか？炭素繊維強化プラスチックとは航空宇宙技術から生まれた繊維で、樹脂に炭素繊維を混ぜることによって作られた素材です。特徴として軽さが鉄の5分の1、アルミの2分の1程度ですが、鉄やアルミ並みの強度を持っていますが、コストが高く、コストダウンが課題の一つでした。やはり航空宇宙関連の技術から生まれたものなので、そもそもコストがそこまで考えられていなかったのかもしれませんね。最近はコストダウンも進み、スーパーカーや高級車などで炭素繊維強化プラスチックの採用が増えてきています。ただ、実は炭素繊維強化プラスチックには課題がもう一つあります。それは処分の際です。炭素繊維強化プラスチックは処分する際、専用設備でなければ焼却処分ができません。専用設備を少しずつ増やしてはいるものの、世界的に見てもその数は少なく、焼却処分よりも埋め立ての方が多いのが現状です。これからコストダウンがさらに進み、高級車だけでなく普通車にも炭素繊維強化プラスチックが使われるようになった場合、廃棄の際の環境負荷が爆発的に大きくなってしまう懸念があります。そこで注目を集めているのが今回お話ししているセルロースナノファイバーです。植物繊維が原料となっているため焼却処分が行いやすく、炭素繊維強化プラスチックよりも環境負荷が減るのではないかと考えられています。今後どういった形でセルロースナノファイバーが使われていくのか楽しみですね。日本主導の世界初となる商品。セルロースナノファイバーを使った商品が実はもう発売しているんです。ボールペンのインク、オーディオスピーカー、トイレ用ペーパークリーナー、大人用紙おむつ。製紙メーカーだけでなくインクやスピーカーなど様々な商品に使われていますね。ここで私がご紹介したいのがトイレ用ペーパークリーナーです。世界初となるセルロースナノファイバー配合のトイレ用ペーパークリーナーは、セルロースナノファイバーは繊維がとても細いため、トイレ周りの見えない汚れや雑菌を除去してくれるそうですよ。さらに今までのペーパークリーナーと比べても破れにくいそうです。セルロースナノファイバーの課題。さて、セルロースナノファイバーの課題は一体何でしょうか？それは製造コストと環境負荷です。あれ？炭素繊維強化プラスチックよりも処分の際の環境負荷が抑えられるって話じゃないの？そう思った方はいませんか？実はセルロースナノファイバーは製造に莫大なエネルギーを使い、たくさんの CO2 を排出してしまうのです。エネルギーを使うということはコストもそれなりにかかってしまいます。そのためセルロースナノファイバーの当面の課題は、低いエネルギー、低コストで作れる技術を探すということになります。低酸素社会を実現するためにセルロースナノファイバーの応用展開が今後加速していくことに期待したいですね。まとめ。今回はセルロースナノファイバーについてのお話をしましたが、いかがでしたか？植物が原料の繊維と聞くと地球に優しそうだから今使用している材料と変えてしまえばいいのにと思いますが、製造工程での環境負荷やコスト面を考えるとそうも言っていられないようですね。これからの地球のことを考えると環境に優しい素材の研究がどんどん進んでくれると嬉しいです。皆さんは植物が原料の繊維についてどう思いますか？どんどん普及してほしいですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。